富士学園中学高等学校は山梨県富士吉田市緑ヶ丘一丁目にある私立中学校高等学校通称富士学富士学富士学園学校法人月光寺学園として中等教育を実践している富士学園中学高等学校中学高校の6年間を通して共通の教育方針やカリキュラム連携や指導の徹底など 学業もクラブ活動も学園生活も充実させている。中学校からの高校進学以外にも高等学校からの新規入学も受け入れており、中高一貫校の抱えるマンネリ化や中だるみなども抑えている。高校卒業後の進学や就職をしっかり視野に入れた上での生徒指導や学校運営を行っている。2020年6年間の中高一貫教育を受け、 本校初となる最難関の東京大学理科三類に現役合格、難関大学にも多数輩出するなど、学校としての学力向上が堅実となっている。運動部は女子バスケットボール部がインターハイとウィンターカップの常連、野球部も強く、夏の選手権大会やマナシ大会で決勝へ進んだ実績を持つ。加えて女子柔道部も強豪として知られている。 2019年には、AS の黒田秋などの活躍により、女子では、史上2校目となる、高校団体3冠を達成した。また、女子 57kg 級の船、久保遥は、世界ジュニアで史上初となる大会3連覇を、達成した。外どころか野優は、世界ジュニア 44kg 級、結城綾野は、世界下で 63kg 級で、それぞれ優勝した。 さらに、渡辺清美は、フィリピン代表として、グランドスラムパリ 63kg 級で3位になった。また文化部は、県内の高校では、初となる、ジャズクラブを2003年に結成、浅草ジャズコンテストなどに出演している。公式野球部は1993年、準々決勝の日川高校戦を6-3、準決勝の東海大甲府戦を、 延長12回の末に6から4で制し、初の決勝進出を果たした。しかし、決勝の甲府工業戦では打ち込まれ、あと一歩で甲子園出場を逃す。翌1994年では準々決勝の木山工業戦を10から7、準決勝の寸大甲府戦を11の0で制し、2年連続で決勝に進出する。しかし、 決勝の市川高校戦2-2の3で赤敗し、またしても準優勝に終わった。2010年には準々決勝で、勝ツ高校戦を7から6、準決勝の甲府工業戦では逆転、さよなら満塁本塁打を放って勝利するという、劇的な形で16年ぶりに決勝へ進出したが、氷川高校に3-4で敗れ、3度甲子園出場を逃した。ありがとうございます。